労働だったり肉体労働だったりすると収入が少ないわけですね。そうすると生活保護ってことになるんですよ。でそうするとじゃあその生活保護は誰だけが出してるんだ、俺たちヨーロッパ人のやつらじゃないかっていうことで、なんでそのね自分たちを受け入れてあげたのにその人たちの負担までして、でなんで乗っ取られる恐怖までみたいなことを主張してましたね。